ある意味メンタルの強い人だけがこのオフィスで働けます。あなたもこのオフィスで働きたいですか？彼らはいたずらを仕掛け合っています。永遠に終わりません。夫婦の新しいリアリティショー、オフィスのある一日を覗いてみましょう。時間の流れは戻せません。でも時計は変えられます。時計を2時間早めましょう。究極のいたずらはパソコンの時刻もちゃんと変えてください。すべてを合わせることが重要です。おっと、誰かさんは2時間の遅刻のようですね。あー、会議があったんだ。彼だけが2時間先を生きています。あー、いたずらもこれまで。彼の腕時計が正しいことが判明してしまいました。同僚が席を外しましたか？自分のキーボードを彼のパソコンに接続します。これは何？ウイルス回線？こんなページ見てないし。注文もしてないのに。そうなのね。落ち着いたらまた来るわ。自分のパソコンを誰が操作しているか、犯人を見つけました。前の席の人です。同僚はすっかりパーティー気分です。その間にプリンターに細工します。クリップのコピーを何枚か取り、そしてそれをトレイに戻します。おやおや、クリップを外したはずなのにクリップがコピーされています。一体どうなってるの？コピー使わせてくれる？
おっと、かなり怒らせたようですね。ただのいたずらだったとは言わない方が良さそうです。食後のお昼寝中のようです。起こしたら悪いですね。危ないので椅子から落ちないようにしてあげましょう。しっ、静かに、彼は寝ています。勤務時間が終わりました。ドアを思いっきり閉めて起こしてあげましょう。え、ここはどこ？みんな？みんな？動けません。ごめん、わざとじゃないよ。彼はいいネクタイをしていますね。でもそんな風にしたら台無しです。うお、何が起きたんだ？ねえ、ホチキスどこにあるか知らない？知らない。見つけました、ゼリーの中。召し上がれ。プリンターからのメッセージ？何？くしゃみ？気味が悪いです。電話。誰がこれを予言していますか？プリンターからメッセージが送信されてきます。火事に注意、これは深刻な問題です。前もって準備しましょう。Thank you.
このいたずらにはカップとマーカーが必要です。このオフィスではパソコンをロックしないで放置してはいけません。ログインパスワードを変更しましょう。完了。なんでログインできないの？あれ？自分でパスワードを変更したかな？これは何？素晴らしい。新しいパスワードに違いありません。教えてくれてありがとう。席を外していますか？彼女の机をデコレーションしましょう。ラップが多すぎることはありません。見えるものすべてをぐるぐる巻きにします。文房具も巻きましょう。一体何が起こったの？犯人は明白です。次のいたずらターゲットを見つけました。オフィスのいたずらはいかがでしたか？いたずらでいっぱいのオフィスで働きたい場合はコメントください。チャンネル登録とベルをクリックしてください。ふうふうの陽気な新しいオフィスストーリーをお見逃しなく。